最近よく聞くサスティナブルってご存知ですか？持続可能という意味なんですが、環境問題への注目が高まる中、ファッションの世界でもエコ素材やリユースなどの視点が取り入れられるようになってきました。そこで今回は、さまざまなサスティナブルな視点のファッションをプラス。入学や進学の準備で何かと出費の多いシーズン、お財布に優しい制服が今話題になっているんです。学生服をリーズナブルに揃えたい保護者から支持されているのが学生服のリユースショップ。クリーニング店に併設されたこちらのお店では、主に半径5キロ圏内にある幼稚園から中学校と鹿児島市内を中心とする高校の制服を新品の3分の1ほどの価格で購入できるといいます。新入学の方々ももちろんそうなんですけれども、あと高校が1年であったり、サイズアウトされた方が少しでもお値段がお安くてっていうお声をたくさんいただいております。リユースって聞かれると使用感がたくさんあるのかなっていう感じで来られる方たくさんいらっしゃるんですけれども、実際に手に取っていただいたら意外と綺麗なのねっていう形でおっしゃっていただいております。サイズが豊富に揃うこの時期は購入する人も多いんだとか。助かります。安い割には綺麗で良かったです。来て。また竹詰めなどもお店でしてくれるそう。お財布に優しいのはもちろん、安心して買えることも人気の理由のようです。着物の魅力をもっと身近に感じてほしいと、日常使いできる洋服や小物にリメイクしているのが桑木のめぐみさん。自宅アトリエで制作した服や小物をインターネットで販売しています。お絞りの羽織のものだったんですけど、はい、なので柔らかい素材ですね。柔らかいですね、はい、です。でまたシルエットも可愛いですね。柔らかいふんわりとした雰囲気が出ていて、そうですね、着物の特徴に合わせてデザインするようにしてます。着物ならではの光沢や柄を生かして作る洋服はどれも一点物。例えばこんなコートも着物柄だととっても個性的になります。また羽織ってみると雰囲気変わりますね。そうですね、思った以上にすごい軽いですね。そうですね、着物を洋服にすると軽いって驚かれる方多いですね。着物の販売店で働いた経験からその魅力に引き込まれたという桑木野さん。着物に馴染みがない人たちにも気軽にチャレンジしてほしいといい、骨董市などで買い付けた着物のほか、オーダーを受けて思い出の着物をリメイクすることもあるそうです。また余った布でアクセサリーやポーチなどの小物も作っています。柄の魅力とか発色の良さとか、若い方って着物に全く触れないので、その着物の魅力とかを若い子にもっと知ってほしいなと思います。商品はめぐり洋裁店のサイトから購入できます。え、何これ、すごいですよ、見てください。これは何でできてるんですかね。日置市の野久美地区公民館を訪ねると、カラフルで不思議なドレスが。実はこれ全てゴミで作られているんです。作者は吹上を拠点に活動する情熱家の博多和弘さんです。これペットボトルのキャップですよね。そうですね、ボトルキャップで全部作られています。韓国語の文字が書かれたキャップありますよ。あ、こっちには中国とかそういうアジア系ですかね。他にも魚を取る網で作ったドレスや、ペットボトルを大きなフリルに見立てたようなドレスなどが。こうした材料をどこで集めたものかというと、そう、海岸に打ち上げられる漂流ごみなんです。パッと見全然わかんないんですけど、はい、よくよく見るともうたくさんこういうのとかいいですね。え、これに使えるんですか。そうですね、これはもうなんだろう、ドレスというよりかはもうそのまんまですね。これに台座をつけてフィギュアとしてこう、フィギュア、
新色とかで、はい、形がね、もうどういう加工したらこうなるんだっていう。1年ほど前、環境をテーマにしたイベントで依頼されたことをきっかけに制作を始めた博多さん。作るうちに素材としてのゴミの面白さを発見したんだとか。見つけたゴミはすべて拾って作品作りに生かしています。去年11月にはゴミドレスのファッションショーも開催。県外の企業やメディアからも注目されました。私も着てみました。思った以上にずっしり感がありますね。網をファー素材のように使った存在感満点のドレス、重量はおよそ10キロ。重いはずです。この肩にあるものとか、うん、結構フリルみたいな雰囲気にも見えるなと思って。なんか僕がこうしたいというよりかは、なんかもう拾ってきたものが面白いので、なんかその面白いものを面白い場所につけていったら、なんか自然とこうなったっていう感じだと思います。身近な場所の環境問題だけでなく、漂流ゴミの面白さも気づかせてくれるドレスたちです。はい、とっても斬新な発想ですよね。中西さんは何か気になるものありましたか？うん、そうですね、発想の転換でやっぱりゴミのドレスはすごくインパクトがあったので、うん、あの発想の転換で何ですかね、本当はゴミなんだけどあんなに素敵なね、あの作品に仕上がるんだって思うとすごいですよね。そうですよね、まあ、ファッションというと新しいものを追い求めるところに考えが行きがちなんですが、今回改めて身近にあるものに目を向けるというきっかけになるのではないでしょうか。知得をお伝えしました。